どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回は今限定ガチャで引けるゼードについて、引くか迷ってる方向けに引く嬉しいポイントを紹介したいと思います。全体追加攻撃キャラということで、サブ寄りの性能から引くか迷ってる方もいると思いますので、ガチャを引く判断として今回紹介できればと思います。今回おすすめをするにあたって、ある程度ゼードを試してきました。でその性能がこちらになります。攻撃力は3000弱で、回心率は 59% ほど、回心ダメは 145% となります。公演水は銀河鉄道の夜に、異物は天才と包丁のセットにしています。比較的作りやすいビルドかなと思います。まあ、これくらい育成したらどういった使い勝手だったのか、そこら辺をまとめた上で今回はおすすめのポイントを紹介していきたいと思います。それではポイント1つ目、虚構叙事が圧倒的に楽になるっていう点です。これに関してはいろんな人がも言ってますね。実際自分も使っていて、虚構叙事がかなり楽になりました。特に今回の虚構叙事に関しては難易度が高くなってますので、ジェイドがいるいないではどれくらい差が出たのかっていうところを話していきたいと思います。それでは虚構叙事が圧倒的に楽になるポイント1つ目です。星4構成でも3万超えが可能というところですね。星4構成といってもジェイドとヘルタは必須になります。でジェイドとヘルタを合わせることで十分な火力が得られるため、キャラ所持が少なくともポイントが狙いやすいっていうのがありますね。ギャラガーだったり低運を使えばバフと回復は両立できますので、より攻撃的な編成ができます。オートでやってみましたが3万超えできましたので、手動だともっとポイントを高めれることができると思います。とても楽な編成と言えますね。続いて楽な理由2つ目です。ルアンなしでも強いっていうところです。ルアンなしでヘルタと組み合わせれば、追加攻撃の回数が非常に多いためダメージが出しやすいという一面があります。これに関しては虚構叙事の裏でロビンと頬を組み合わせてやってみましたが、火力は申し分なかったですね。むしろルアンを他の編成で使えるのでかなり余裕がありました。キャラの奪い合いをしないという点では扱いやすい点かなと思います。続いて3つ目の楽な理由のポイントです。片方の負担軽減になるということです。ジェイドの編成に関しては4万点を狙うことが可能になっています。そのためもう一組のポイント緩和が狙えるっていうわけですね。報酬のことを考えると6万点が狙えればいいので、これはかなり攻略をする上で楽になるかなと思います。まあ、虚構叙事が圧倒的に楽になるっていうのはもちろんなんですけど、やはり追加攻撃の連鎖ですね、これが強いですね。しかも単体ではなく全体というところが今までの追加攻撃のキャラと違った一面となりますので、ジェイドを獲得することによって得られる大きな効果かなと思います。一番ここが魅力的かなというところですね。それでは続いて全体攻撃アタッカーと相性がいいという点についてです。まあ、ジェイドの使用をまず振り返りたいなと思うんですけど、まず大きな効果としては七草っていう効果があります。それに対しては敵一体に対して効果を発動するようになります。回心率がアップしたりっていうところですね。しかもこの七草に関しては敵一体というのがありますので、味方の攻撃対象が多いほど効果が発動します。だからこそ全体攻撃アタッカーと相性がいいというわけですね。さらに速度アップで味方を高速化することも可能だったりします。スキルに関しては自身に使うと速度アップはつきませんが、味方につけた時にバフが発生するというので味方特化のものとなってますね。では同じ知恵の全体攻撃持ちのアルジェンティとの違いを見ていきたいと思います。まずアルジェンティに関してですが、自分のターンでしか攻撃ができないという一面がありますね。さらに必殺技依存で火力が安定しないところもあります。うまく敵を倒すことができれば必殺技をどんどん回すことは可能ですが、偏りが大きいという特徴があります。またバフに関しては自身に対してのバフしかないので完全なるアタッカーとなります。まあ、ジェイドに関しては使用的にサブ寄りのものっていうのがあるんですが、バフとかさえしっかり貯めることができればメインにも匹敵するダメージが出せますので、ここが大きな違いとなりますね。自分も全体攻撃しつつ味方も全体攻撃ができるっていうのが強いところです。ではジェイドの相性がいいキャラっていうのを見ていきたいと思います。基本的に全体攻撃持ちのキャラとしてはこの4人ですね。まずジンです。ジンに関してはジェイドのスキルによる自傷ダメージが発生しますので、これでチャージができます。チャージ効果がめちゃくちゃ高くなるんですよね。しかも全体攻撃持ちで攻撃回数も多くなりますので、ジェイドとは相性が良くなってます。ハズ属性の弱点ならなおさら合わせたいというところですね。続いて姫子に関してです。炎属性の弱点がつけれれば2人で追加攻撃が狙えるというのが強いメリットですね。姫子に関しては全体っていうわけではないんですが、どれだけ弱点撃破が狙えるかによって姫子の動きが変わるかなっていうのがあります。
ですが、追加攻撃が発動できれば全体攻撃となりますので、こういった点ではジェイドとの相性がいいというところですね。できれば量子炎弱点で戦わせたいキャラとなります。続いてヘルタです。追加攻撃と必殺技でジェイドのチャージを狙うことができます。しかも結構な回転率がいいので早いんですよね。さらに、追加攻撃の条件の噛み合いがいいです。ヘルタに関しては 50% を切った相手に対して追加攻撃をします。ジェイドの追加攻撃で HP を削ることも可能ですので、ヘルタの追加攻撃、ジェイダーの追加攻撃、さらにヘルタの追加攻撃、みたいなこともあったりして面白いです。このあたり、うまいこと敵の入れ替えが発生すると永遠と攻撃が続きますので、ヘルタに関してはかなり相性がいいなと思います。続いて、アルジェンティの場合です。必殺技とスキルで敵全体を攻撃できるのが相性がいいです。アルジェンティに関しては火力を求めるため速度が下がりがちというところがありますが、ジェイドのスキルによって速度アップができますので攻撃頻度も上がって相性がいいというのがあります。基本的にはこの4人ですね。またジェイドに関しては全体攻撃アタッカーと相性がいいということがありますので、今後追加される全体攻撃持ちとはずっと相性がいいというのが言えます。続いて3つ目です。日課の周回速度がアップするということです。日課の周回に関しても活躍ができます。まあ、日課である要素としては大きく3つですかね。まず1つ目、二次科学の素材集めです。まあ、奇跡とか経験値など、ウェーブ戦などにおいて連戦が起きますので、こういった時には攻略が簡単になります。一番は編成が固定で回せるのが嬉しいところですね。特に二次科学って6ウェーブまとめてやりますので、効率も求めてパパってやった方が楽ですからね。そういった意味では、編成を固定できるのは楽かと思います。続いて、海砂宇宙の攻略が意外と楽っていうところです。まあ、知恵や優越を有効活用すれば、雑魚敵処理からボス戦までスムーズに攻略することが可能です。実際プレイしてみましたが、処理能力が高かったので、意外と楽でしたね。敵3体相手にしてたとしても、連戦になっても全然問題なしっていう感じでした。むしろバフが残るので、連戦した方が戦いやすいっていうのがありましたね。続いて活躍できるポイントですが、模擬宇宙もいけるってとこです。特に宇宙の郊外においては量子弱点がありますので、数が増えるボスとしてはジェイドは非常に相性が良かったです。実際に試してみたんですが、氷弱点をつけなかったとしても、量子で一気にダメージが削れるっていうのがありましたので、とても楽でしたね。唯一でもクリアできましたので、使い勝手としては申し分ないかなと思います。まあ、日課の周回速度がアップすれば、それだけ時間を使うってことが減りますので、日々のデイリークリアとかペースが上がっていいんじゃないかなと思います。まあ、ただこれに関しては、すでに十分な性能を発揮できる味方を持っているのであれば、ちょっと必要性をね、下がるかなと思います。それでは最後です。ジェイドガチャに迷ったらっていうところなんですが、引いたら嬉しいポイントをしっかり押さえて考えていきましょう。まず一つ目、虚構女児が楽になればっていうところです。楽になった場合ですが、安定したポイント獲得と報酬がゲットできるっていうところです。まあ一番これかなと思いますね。虚構女児については今後も難易度がアップしていく可能性がありますので、専用分野がいるのは非常に嬉しいことかなと思います。特に姫子を持ってないとか、アルジェンティン持ってないとなると、専門分野がいないと厳しいところありますよね。ただ、言い方としては専門分野となりますので、そこでしか使えないかもしれないっていう不安があります。ですが、そこなら輝けるの裏返しでもありますので、今後6万点以上安定してクリアできる可能性があるっていうのであれば、引くのはありかなと思いますね。そのコンテンツをクリアするために最適なキャラを用意しておくっていう意味ではいいかと思います。続いては、全体攻撃アタッカーと相性がいいならというとこです。これに関しては、今後の知恵キャラや追加攻撃持ちと合わせれることが可能というとこです。これはかなり大きな部分かなと思いますね。まあ、ジェイドの性能は全体攻撃持ちと相性がいいという話をしました。そのため、今後実装される全体攻撃持ちのサブアタッカーとして相性が良く使い続けれる可能性があります。この使い続けれる可能性があるっていうのが非常に大事ですね。特に、知恵のキャラに関しては、ヘルタをはじめアルジェンティとか姫子を見てもらうといいですが、追加攻撃だったり、すでに全体攻撃を持っているっていう意味で、性能的な全体攻撃寄りとなります。ということは、知恵キャラが来るたびに全体攻撃を持っている可能性がありますので、そのサブ運用としては腐りにくいっていうのがあるかもしれないですね。しかも、スタレの仕様的に使われなかったキャラがずっと弱いままかって言われるとそうではなく、何かしらの強化が入ったりっていうことがありますので、その可能性を考えると持ってても腐りにくいキャラなのかなと思ったりもします。
それでは最後です。日課の周回速度が上がればというところですが、周回速度が上がるってことは編成固定でサクサクノーストレスで続けれるということです。まあ、スタレとかする上で一番大事なのはずっとプレイできるかどうかっていうところかと思いますね。まあ、使用を続けれるっていうところです。まず日課に関してですが、毎日してる人であれば365日ずっと同じことをするわけですよね。なのでそういったものをサクサクプレイするっていうのはとても大事かと思います。そういった日課を常にしてる人であれば、ジェイドがいれば365日使い続けるってわけですね。アタッカーの場合、属性依存だったりも強かったりしますので、その日使う使わないっていうのもよくありますからね。こういった意味では使い倒せるキャラかなと思います。また周回系に関しては属性を合わせる必要がありますが、ある一定の火力が出せるようであれば、ジェイドともう一人のアタッカーで敵を倒すことが可能なので、育成素材集めの際はかなり便利かなと思います。特に育成素材って今後も集める必要がありますからね。これに関してはどういったものが出てくるか分かりませんが、ジェイドはずっと使えるキャラなんじゃないかなと思います。個人的にはもちろん虚構女児っていうところでそこだけで引くのかっていうところを考えると難しいかなと思いますが、ジェイドを引くことによってどういった落差が出るかっていうことを考えると一番いいのかなと思います。これが楽になるからっていうところですね。ただこの先新キャラがどんどん今発表されていますので、場合によっては引かないという判断も正しいところかと思います。なのですでに虚構女児がもう6万点取れてるよ、ちょっとでも頑張れば6万点取れるっていう方はあえて引かず温存するのもいいかなと思いますので、このあたりは冷静に考えてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やゲームのライブ配信をしていきます。今後も動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。